はい、じゃあサブちゃん、はい、俺ら出会ったの大学1年生の春じゃん。はい、その前について何にもしてないじゃん、意外とね。みんなにも見せてないし。そうで、俺はね、それずっと思ってたけど、知りたくないんじゃないかとも思ってたってよ、みんな。元ヤンだから。いや、元ヤンだよ、俺。いや、お前じゃねえだろ。なんでお前元ヤンなんだよ。で、その小さい頃の写真を何でもいいから1枚持ってくるっていうのをちょっと決めてたじゃん。うん。え、小さい頃って別にちっちゃくなってよかった。いや、俺の面白い時期があるじゃん、そのちっちゃい時期。いや、分かるよ。俺のは結構ハードル上がってもいいぐらいちょっと変っていうか。あー、ミスったもんな。いや、まあ好評だったら第2弾やればいい。そうね。大量にやるっていうのも考えたんだけど、うん、まあ1枚しか持ってない。いや、いいよ1枚。だから俺から出していいじゃん。うん、これ先見ていい？いいよ。いい、見ます。いや、なれだよ。あー、だからすごい俺は分かるよ。え、分かるんじゃない？分かるかな。え、でもギリじゃない？分かるって言っても、毎日顔合わせてるからギリ分かるっていうところ。ギリギリじゃない？いや、分かんないね、これ。あ、分かんないんだ。可愛らしいな、これ。何歳だろう、3歳ぐらいかな。すげえ赤と青だもんな。白だもんな、顔。顔は白だよ。ほっぺは赤だし、周りは緑だし。冬のソナタみたいになって。確かに。確かにな。冬のソナタみたいな場所だ。これ場所はだからあれよ、おじいちゃん家よ。絶対そうだね。そうそう。俺すごいおじいちゃん子だから。うん。山大好きリング。あそこだもんね。あそこだから。あそこで毎日遊んでる。いいんじゃない？これが俺の小さい時。そんなんかじゃ。悔しいとかあんの？いや、じゃあ俺、おもろい時期があって。でも俺アメリカいたの、小4から小6だから、子供じゃないのかなっていうのあったの。うん、その。うん、確かにな。面白いよな、俺が海外。いや、アメリカから。アメリカのスケールのどこに監督いるやつね。もう合成だろっていうやつがあったんだけど、あ、とりあえずあの写真見せていい？まあ知ってる人は知ってるね、これ。そう、ツイートしたやつが。これ俺ね。こういう写真だ。これはもうちっちゃい頃でも俺もなんでこの写真があるのかあんま分かってないんだよね。いや、だから普通の日本のやつなんだよね。いいよ、ちょっと見せて。いや、これ腹だったって。座れって、座れって。腹だったって話。いや、お前これなんだよ。本当に分かんないけど、面白いっていうか、なんか異質だった、その写真だけ。これね、うん、なんでそんなシュールなの。顔出ししてない時の僕ですね。そうだね。うん、確かにゲーム実況パターンだよね。そうそうそう。で、トーマスいるんかいっていうのあるしな。確かに。そこにね、そ、この人トーマス好きなんだっていう。なんかあと、シャツイン腹立つな。シャツイン腹立つよ。でも俺、戦隊ものとか、うん、仮面ライダーとか全然見なかった。何じゃそれ。いや、そうそうそう、仮面ライダーってさ、ヒューマンドラマみたいなところもあるじゃん。あるあるある。ただもうストーリーになってるからちゃんと。俺はちっちゃい頃あれ無理だったの。そこまで行けてない。分かんなくてね。それよりトーマスとか。まあまあ、トーマスなんかもうずっとね、うん、走ってるだけだから。いや、ちげえよ。トーマス走ってるだけだよ。走ってる映像じゃないな。で、いや、走ってる映像だったらお前なんか世界の車窓からいいな、別に。で、なんか俺もトーマスだった。何が好きだった？トーマスの。俺ゴードンですけど。映像美を見てたからね。いや、だから世界の車窓から映像美だった。パーシーとかいたね。あ、懐かしいね。はい、じゃあこれ好評だったらね、好評だったらまたやります。はい、はい、じゃあそんな感じでまた。ありがとうございました。